ってことで、何から乗りましょう。なんとなくアメリカ、チェコかなって感じだったけど。そんな感じですよね。このアメリカアの、メリカは安定感がありそうアでメすリよカね、のなん安か。定感があるから、このアメリカのキモキモ戦車乗ってみるのもありかなって思うけど。重戦車？だって多分これ通常ツリーでこのルート絶対開発しないじゃん、うちら。まあ、そうですね。食わるっつって。宇宙猫。マッチングすんのかな？あと。ここじゃん。これ当たるマップどうなんですか？通常戦と同じなんですか？そうなんじゃないですか。ほうほうほう。あ、なんかうちらが使ってる車両ね。と TVP じゃなくて PTV が多くないですか？思いますね。筐体がうちらしかいない。やっぱ安定感じゃないですか。じゃあ2番ライン行ったらいいんですか。久しぶりですね。この真ん中の陣地取るやつ。確かに。なんだっけこれ。遭遇戦？でしたっけ？ね。強襲はなんか襲う方でしたもんね、なんか。攻めと分けが、あ、違う、攻めと守りが分かれる方でしょ。俺、なんか普通に機動力高いんだね。めっちゃ速いですね、足。でもめっちゃ中戦車も速い。超速いじゃないですか。何あいつら。みんなであそこに行くんですかね。一気に陣地取る気？それどうなの？わかんないですけど。どういう戦い方なんかもわかんないですし。でも敵はなんかちゃんといつも通りに戦ってるっぽいですもんね。ねえ、あれ？味方の軽戦車、装輪車だからちょっと調子に乗ってる？めっちゃなんかめっちゃ撃ってる、めっちゃ撃ってる。何やんですか？すごい。すごい飛んでる、今。めっミちゃサ左イル。やばいっすよ。めっちゃミサイル飛んでる。何これ？これあれじゃん、ピューピューやってる。よくオープニングで見るやつじゃん、なんかいろんな場所。ですよね。あれ、ここの車両だったんですね、あれって。わあ、ミサイル飛んできてんじゃん。TVP じゃなくて、PTV がなんかめっちゃいる、あっちに。ねえ、こっちは押さえとして、じゃあ前線も押さえてみてる。囲まれないように押ですさえかておね。かんかな。やば。なんだったの今の、すごい。怖いんだけど、どれぐらいの弾道で飛んでくるのかな。めっちゃ飛ぶんだけど、うわ、来た来た来た。めちゃめちゃ高くないですか、普通に、や弾ばく道も。ない？高弾道すぎない？めっちゃ下向けるんですけど、この車両。110度以上あるんじゃないかバカを下向きますよ。な。あ、これはじゃあ、本当に。開発ですね、キノコさん。やばいっすね。宇宙人。宇宙人？誰もいない。まあ行ってみようか。奥にいるんですね、まだ。足止まってるんですね。あ、ちょうど撃てるやつがいる。マジっすか？おお、なんだこれ、マシンガンだ。なんだこれ。やべえ、なんだこれ。ダダダダダダダってめっちゃ鳴ってるじゃないですか、なんか。あ、やばい、主砲が加熱した。ほんまや。あ、急速、赤メーター止まっちゃった。やばちゃんいとやばい。ペペペって言ってるんで。そうっすね。クイズ、あー、ミサイル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 来た。やばいやばい。なんだこれ。おー。あ、よし。お。なんかこんな装備、モンハンに昔あったな。確かに。電車撃すちまるくれと。るやつですよね、なんそう。か。でも練習するで、と、オーバーああ、ダヒーメすか、るっやつつっで。て。あったよね。めっちゃ撃ってる。来た来た。ああ、痛い痛い。あ、そうか、こ4れ、やし。痛い。でもこいつ、あれだな、履帯が剥がれても動けるんだったな、そういや、一回。ほんまや、めっちゃ取れたまま動い。履帯剥がれたんですけど、全部。そう。履帯2枚履きしてから片方剥がれても動けるっていう。ありましたね、そんなん、なんか。そう、イオシリーズの、それをちゃんとついてる。すげえ。ない履帯が動いてるけど、でも。撃てー。あ、金する。治った。着いたー。楽しい、つって。外にでっかく巻いてあるんですね、一重が。そう。あ、怖い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 、来た。痛い痛い痛い。絵面が怖い。過めっちゃ激。リダイ開いてる。これさ、パソコンのスペック高くないと絶対読み込めないでしょ。何これ。やばそうですよね、なんか。ね。早くリタイ直して。再装填入れなきゃいけなかったのか。この緑のやつがあれなんまあなですね。ね。あれは左から来たね、敵。戦車押してきてんだ。早く下取らないと。やばい。左側警戒しないとね、これ。ですよね。でも、履帯剥がれてあれなんですよね。そう、遅いね、剥がれると。
あ、片方治った。もう片方や。あ、治った、治った。治った、オッケーオッケー。あー、来てる。やばい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 。この Y から、5から。5から ?5 からじゃない。あ、やばい、横から。あ、いたいたいた、いたいたいた。めちゃめちゃ入れてる。あ、無理無理。あ、オーバーヒートしてる。オーバーヒートしちゃった。無理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 。やばいやばいやばい。やばいやばい。やばいやばい。逃げろ逃げろ。いや、でもやつも装填じゃん。よしよしよし。え、違う？もしかして。なわけない。装填何秒？でも装填長いって言ってたよな、さっき。ですよね。おー、めっちゃなんか切ってる。オーバーヒートが。あ、乗ってきた、また。やばいやばいやばい。あ、でも正面。カブ、カブ。カブ抜けないっすね。上から打ち下ろしてるから。よろしか。キューポラ狙ってますけど。あー。死んだ？キューポラ確かに今書いてる。あー、すごい。そんな感じで打ってたんだ。ちょ、ロードしたいんですけど。18秒結構早いじゃないですか。結構早いんだよね。意外とこっそり、こっそりじゃねえや。さっくり入る。まあいい、勝ってる勝ってる。そいつ1秒だ、最後。ふぅ。頑張れ頑張れ。いけいけいけ。ほら、弾がもうちょっとなんだ。いけいけいけ。あー、おー、ナイス。あ、なんか、普通に使いやすかったな、この車両。ほんまですね、なんか。弾がなんか全くわかんないですけど、何発あんのかとか。わかんないね。謎のバーに、まず。弾の概念わかんなかった。とりあえず、撃て撃て撃て。やばい、オーバーヒットしたっていう、そういうゲームでしたね。ババ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 バでしたね。やばい、あ、面白かった。これ結構脳停止で遊べるな。うん。すごいね、上の人7000とか8000近いダメージ取ってるよ。へえ、ほんまよ。あ、最後にやりですね。来た人たちですね。回ってきた人。すごい。いや、これはなかなか。いや、発砲回数199回とか。え？え？キノコ何回打った ?460 回です、ね。やばすぎなんだけど。おーっすね。おーすね。じゃあ、なんか他のシャドウでも遊んでみます。うん。うん。やっていいっすか、じゃあ。ウィス。ウィス。ね、アメリカで。タイヤはダメってことなんですかね。タイヤと自走はダメって書いてあった。おー、うん。じゃあ、K は違うと。そういうことじゃないかな。うん。マイの負荷じゃん。どうしたらいいの？自走めっちゃいたじゃないですか、今。いや、みんなやっぱり打ちたいんですね。最大2両までって書いてあったけど。うん。大気の自走がめっちゃいたんで。めっちゃいたか。確かに。30何本みたいな書いてありますけど。サンダークラップめっちゃいるんだけど。やっぱサンダークラップなんですね、時代は。サンダーオルトじゃねえっつって。オルトじゃねえ。2000、1、10。2万発あるんですね。やば、お前。たま。2万発フェイクヒル言うてますね。オッケー、行ってくれいいんだな。取りに行くか、つって。イエー。車両少ないから偵察はいらんやろ、つって。そういう？わからん。おお、セイダンだ。おお、わし早いっすね。あ、やばい。セイダンは乗ったことあるから、わかるけど、こういう速度で。テイクヒル行ってんけど、これ。ごめん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 。何やってん？これ、そう思ったけど、テイクヒルでいいんかな。え、すげえ。そうなんすよね。下やん、陣地って思ってんすけど。俺もちょっと。みんな山登るんって思って。まあ、まあいいや。迎え撃つんですかね。とりあえず、まあ、初動押さえからスタート。あ、色は。あ、来てる。やば、何この連射力。おりゃー、何この連射力、キモ、キモ。あー、着なくなった。やばいやばいやばい、めっちゃ撃ってる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 。おー、ナイス。あー、やばいやばいやばい、楽は楽は楽。旋回旋回、早く逃げて。これ一回降りて、下の軽い戦車戦うから、重戦車に任せる。そうですね。あの下の、下の同じ奴らを戦いに行きましょう。ここはやばい。てかめっちゃ体力あんまり減られて、なんかダメージも下げられて、体力増やされてるから、なんか、そうね。めちゃめちゃ撃たれても、なんかあんまり減ってないですね。撃ってる心地よさだけは楽しむ。ダダガダガダガ。あ、いい100。あ、でもなんか今誰かキャップ踏んだよね、一緒に。踏んでましたね。やっぱ、どういう連射か。怖い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 。あ、やばい、いい100めっちゃ撃ってくる。E100 抜けへんやん、ここから。めちゃめちゃ音すごいですよね、連射してるの。めちゃ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 って。なんすか、豆鉄砲っすか。ビヤーみたいなことになってますよね、なんか。確かにビギャーしてる。南から行きますかね、ね、この周り。見てます。あ、でもなんか、あいつに。だってこれ適当に当たんの？当たってる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 。適当に当たってる。マジっすか。うん。もう連射してて。あ、当たってる。なんかオーテイムして連射したら当たった。
いやまあでも全然ダメージになってない。80ダメとか70しか入ってない。うっ、とりあえずこっちの方角から回ってる。あ、そう、止まってる。撃ってます、一応。弾なくなりそうなんで、ちょうど旅大会みたいですね。イビア入ってきたんだ。押しなくなった。あ、また開いた。なんかお、こっちにやっぱ回ってきてんすね。あ、ごめんごめん。200はこの距離抜けないです。やば。弾入った。やば、暴れた。シーナが来た。行きます。はいはい。あと10秒。暴れた。やばい。暴れたら仕方ねえ。暴れた。れちゃ仕方ねえ。困るんじゃねえ。勝ち込みよう。あいつ撃ってやばい。あれ、シェリアンが撃ってますよね。ありがとう。ヒュッ。あ、いたたたたたた、イビアル、イビアル。おう。お前や。頭おかしい。戦い方が頭おかしい。もう、隠れなんて口ないです。頭なくなった。どうしよう。あ、またあの、シェリアン、頭入ったやん、絶対。こっちでもサンダークラップさんの味方来てくれてるから、なんとか来られた方がいいかな。いい百もこ、いい百向きそうできてるな。いい百向きそうだよね、あれ怖いね。あ、入り直しますね、絶対あれ。こっち向いてる。めっちゃ見てる。めっちゃ撃ってくる。サンダーさん、サンダークラップさん、助けてください。オッケー。我軽戦車。トップが消えてるうちに。距離を取ろう。めっちゃ見てるな、ドイツさん。そうなんすよね。どういう感じ？あ、そこにいるの。抜けるっちゃ抜けるんですよね。打ち下ろしになってんすね、角度的にちょっとだけ。お前や、行け。抜けね。抜けね。いいね、接近しよう。ある程度隠蔽はあるでしょ。いくら隠蔽ないシェイダンとはいえ。あ、やべ、イビアル来てる。やべやべやべ、後ろからあ、そっちに。やべやべやべ、ここで見つかるのよくない。何あいつ、自走行探してんのかな。あ、バレた。イビアル見つけねえと自走行食われちまうな。うん。行きますか。とりあえず来てるけど。逃げてる自走。うん、逃げて逃げて。無理だ、追いつけねえ。スライム無理じゃないですか。通りのが早いよな。うん、普通に E100 に行った方がいいですかね。 E100 行こう。うん、もうゼロ距離まで近づくんじゃ。マジか。こうしたらね、どんだけ連射してオーバーヒートしても大丈夫ですから。オーバーヒートしないけどこいつ。あ、確かに。あ、やばい、めっちゃ早い。めちゃめちゃ早い。めちゃめちゃ早い。2000一瞬で持って帰れる。全然抜けへんし。めっちゃ弾かれてるし。うわ、秒間ダメージやば。めちゃめちゃ削られたんですけど。まあ、もうちょっと、もう一人。あ、そっち行ってる。おー、オッケーオッケー。あ、EBR。 いや、あの EBR っすね。どこに行ったんですかね。どこ行ったんすかね、あいつ。山登ったよね、でもきっと。あの感じのコースで自走砲探してんだな。うん。でも、自走が見つかってないってことは、うんって感じじゃないですか。自走もバッチだから、大概足速いと思うんだよね。うん。見つかってないのかな。それか、なんか、無駄にこっち来て、うん、川にはまったとか。六感チェックしないです。六感チェックです。あ、いた。あ、いた。やべえ、こっち狙ってる。オッケー。すまんな。すまんな。確実にこっちに向き直しましたもんね。あの野郎。最悪で。ついやろ。あの野郎、くそ。人の妹を撃つって。なんて野郎だ。なんて野郎だ。これもこれで面白い野郎でしたね。うん。やばかったっすね、連射が。音が気持ちよすぎ。だだだらららららって。だらららららって感じ。連射してる感半端ないですよね、なんか。半端ないです。だだ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 じゃなくて、なんか、だらららららでしょうね。マジ、脳筋。うん。こんな感じだ。
やっぱ上の人たち思想すげえダメージ出してんな。7000ぐらい出してる。ですよね。もっとどちらも構成攻めに行かないといけダメな、いや攻めに行かないとダメなんですかね。射撃回数1733回なんですけど自分。1700？ そうです。これ1367回なんだけど。うち貫通何発あるの？うち貫通872一戦。同じや、俺871なんだけど。直撃したのが1266ですね。やばすぎ。直撃1367。発射回数3016だった。よし待って、見てなかった。全然ちゃうじゃないですか。発射回数3000いってんだけど。全然じゃないですか。やば。でも、これお金かかんないですね。ボンズもらうだけなんですね。このうん。はい、じゃあ行きましょう。これなんだっけ？二連装57。二連装法ってどうなんですか？もうやってみよう。わかんないし。マッチング早。画面いかなかった、マッチングの。うん。ボタン押した瞬間フリーズしたわ。うん。これはどうなんだ？いつも通り、思った西がギャップなんですね。これ初めてか、このマップで遭遇戦。うん。帰る、このマップで遭遇戦やったことない。そうなんすか？あの洞窟んとこらへんですよ、うん。そうなんだ。うん。場所は。じゃあ西に行ったらいいんですかね。そうなんじゃないですかね、さすがに。じゃあ、横パイセン頼みました。命守ってください。あ、こいつも2連製法だから、ワン、ツー、打つのかと思ったら連射なんですね、こいつ。すっごい細かく弾の絵描いてありますね、なんか。すごい。何発目でんの、これ。わかんないっすね。一応あれですね、なんかゲージでなくなってますよね。弾になってますよね、なんか。いやー、M5 おかしかった、やっぱり。あれ、なんかもうゲージにされてましたもんね、なんか。確かにね。なんじゃこいつ。ビームやん、みたいな、なんか。エネルギーが充填されてましたもん。確かに。てか、今回みんなバラバラなんすね。なんだ、車両数が少ないから、ばらけるのは怖いけど。あ、来た。やっぱ入るんですね。音がすごい。チャキン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 って、すごい弾を。吐き出してる音がする、うん、お、来た。やばい、薬莢捨てる音がするんだけど、撃つと。これ、二人で囲んでいいんじゃないの。あれ、行きますか。行きましょう。どうもどうも。あ、来た。次が来た。やばい重戦車もいる。やばいホリゾンが来てんすけど。やばい、そっちはもう行っちゃダメ、そっち行っちゃダメだって。どっち行ったんすか。あ、そっち。バクそこ撃たれるでしょ、どんどん。でももうボック割れてんすよ。あ、4位やった。ここ車両が多いから行っちゃダメって感じだけど。味方が多いからこっちに引き込まないとって感じだった。お前があそこで撃てると撃てねえって感じだから。いやー、しょうがないですね。逃げ道はなかったです。痛い。おお。たふぅ。かろうじて生きてる。本当にかろうじて。でも第2のが来ますからね。いけないと。やっぱ重戦の相手はできないですね。まあ、味方に預けよう。もうその味方もボロボロですけど。まあ、それでもヘイトを稼いでくれたら、もう一回参るかもしれない。あ、やり返したんすよ、真ん中。おお、いい感じ。この1027か。1027の敵を狙いたいが、他の敵が位置で、他の味方が気を引かなくなっちゃったのが怖い。うん。あ、ごめんなさい、嘘、すいません。ああ、やめて、ミサイルやめて。痛くないけど、怖い。ありがとう。グッバイ。痛い。さすがマウマウ、硬い。すごい、ちゃんと撃ってる時に方針が、右左って撃ってる、マウス。おお。あ、そうなんすね。マウスはちゃんとそっちなんすね。ワン、ツーって溜まったよ。へえー。ああ、ボコボコや。ああ、自走は自走で楽しそうだな。めちゃめちゃ撃ってましたね、今。自走のとこ飛んでいったら、なんか、ポッ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 みたいな。ど
東方も機動力あるからな。うん、すごいな。自走砲とは名ばかりだよ。確かに自走はしてるけどじゃないですか。やばすぎ。おすげえ、あそこが上がるんだ。へえ、結構作り込みがすごいな、この車両の動き見てると。うわ、めっちゃ動いてますめっちゃ。おお、すげえ、爆発してる。おお、すごい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 、なんだこれ。車体めっちゃ揺れてますしね、なんかめっちゃめっちゃ作り込みしっかりしてる。ペコペコ動いてるしみたいな、なんかで、ボットの普段ってどうだったっけってなるぐらい。おお、上向いてる。砲が動いてますね、ちゃんと。すごいね。ここが砲なんですね、しかもなんか。真ん中はそういえば。真ん中はただの箱や。もうちょい真ん中可愛くできたやんって思うんですよ、じゃあ。人の顔が。ぽいですよね、なんかちょっと。なんかね。何現象っていうか忘れましたけど。まあ、なんだっけ、この人の顔に愛嬌が見える。愛嬌を。その顔に見える。愛嬌。走りながら撃ってる。そんな、味方に当たってる、味方に当たってる。なんか、車両を吹き飛びそうなほどの威力ですけど、あれ。うわーって感じ。ボフンボフンボフン、なんか、一回ずつ上に上がってますもんね、なんか車体が。すごい、作り込み。反動やばいみたいな。めっちゃ凝ってる。すげえですね、あの、煙めっちゃ出てるのもおもろいですし。これじゃあ、あれ、せっかくだからさ、動輪と自走砲以外一回ずつ乗ってみるか、あと3回だし。ああ。乗りますか、じゃあ。今んとこ連勝してるっていう。ああ。気持ち悪いな、こいつ、マジで。お弁当箱みたい。和風なですね。あ、確かに。さて。あ、鉱山。やっぱり自走が多かったんですけど。待ってる人。楽しいんでしょ。楽しいんでしょね。あんな飛ばせたらね。えつらすごかった。うん。死んだら自走砲見とこうかなぐらいの。あれ動いてるの見てるだけでおもろいっすね。そうそうそう、なんかこれは見てるだけでも十分楽しい。まっすぐ行くんですかね。まっすぐ行った方がいいかな。ここで死ぬ。あ、でも今回あれなんですね。あ、本当だ。通常戦だ。まあいいや。まっすぐ左どっちがいいんですかね。左が安定だと思うけど。うん。あ、言うほど。なんか初動の加速が悪いですね。抽選者だけどちょっともっさり気味。まあソ連っぽいね。うん。でもソ連って加速良かったイメージなんですけど。あ、こいつもビーム方式や。ソ連、ほんまや。ソ連は、あれだね、重戦車は足が速いけど、MT は意外と平凡なイメージだった。そうですか。ケーセン速いけど。あー、なんか。あー、ケーセンのイメージやからですかね。それ。うわ、練習すごい。あ、ですか。え、とりあえず撃ってみた。あ、痛い、もう来てる。やばい。待って待って、弾がない。打ち合わないで。あ、大丈夫か。5、4、3、2、1。ほらー、弾がない。やべえ。3、2、1。追いかけろー。あ、ほらー。やべえ。なんか下にいる。下にいるのはあいつじゃないですか。ハンダボール。サンボールじゃなくて。ハンダボール。あ、たた。お尻燃えちゃう。痛い。撃つの夢中になっててやばい。これがトリガーハッピー。このゲームはトリガーハッピー系だろ。やべやべ。うぅ。装填。装填。あ、出てきた、あいつ。2、1。あ、向こう側行った。そう。やばい、そっちに行ってんじゃん。あ、オッケーオッケー、倒した。おー、ナイス。自走が、あ、自走がやべえ。自走がえぐいんですけど、やべえ。大丈夫か。あー、てか真ん中押されてる。やばい。あ、ダメだ。やべえ。ヤクト的な、E100 的なやつ全然抜けねえ。自走の火力えぐいんですけど、マジで。どう見たって、まあ、てか、体力1000の時点で火力全部になんだろうなって感じが。あ、これは乾杯のコースですね。やばいですね。初。あ、地蔵が来た。無理。うわ、無理だろ。なんだ地蔵、敵の地蔵見てるだけでもおもろいっすよ。なんか、撃ってる。うわぁって。ちょっとやられた地蔵、なんか。すごい、撃たれた方角すごいことになってんだけど。
なんか負けちゃくちゃ負けても悔しくない、なんだこのゲーム。あーすごいって言って、なんか悔しいっていうよりすごいっていうのがなんか勝るゲーム。素晴らしいですね。いいね、平和な世界。おもろいですね、なんか動きがなんかおもちゃみたいで、確かになんか自分に振り回されてるおもちゃみたいですもんね、全部。めっちゃおもろい、全部の方がなんか合ってないっていうの分かる、なんか、うん、振り回せれてますね、方にみんな。過ぎたおもちゃだった。どうだ、これもやばいんだ、終わるんか。終わるんじゃないですか。なんか冷却期間中って四方もくもくしてんだこれ。おー、ほんまっすね。分かるんですかね。あー、実装に。あー、マウマがもうボコボコにされてる。マウマがもう誰でやっていいか分かんなくなってる。かわいそうに。あー、実装。やっぱ実装強いですよね、めっちゃ。強いね。貫通力めっちゃありますね、なんか。で、ゲーム速度を速めるために存在してる、なんかそういう。うん。お豆じゃないけど。絶対いいように言えですね。そうそうそう。あえてそういうキャラクターに振ってそうだね。うん。すげえな。いやー、なんか、何にも悔しくない。うん。あー、なるほど、みたいな感じ。すごいな、みんな。まあ。ほほーし。すごい、やっぱみんな7000ぐらいダメージ出すんですね。うん。公開数659回。すごいな。気持ちいいな。397回打って305回貫通してるな、これ。結構抜けてるんじゃない ?454 回打って。うん。マウマウでしょ。マウマウクラスの遅い車両ってキノコ乗ったことないんじゃない？うん。ね。それ込みで面白そうじゃん。クソ遅いってよく言いますもんね。でも乗ったことないよ、マウスというか。超重戦車。うん。まあ、楽しみましょう。ここは？うん。帝国な境界線？帝国境界線。です。大丈夫。オープン。さあ。ああ、つって。行きますか。この間いつも通り主戦場に行ったらいいですかね。で、いいんじゃないですかね。弾数少ないね。400、400って。いつもが手打ち切る。まあね。ほんまですよね。さっきより2万とか見てたから。だから、ってなるけど。まあ、こんなすごい。もちゃんと弾見えるし。ほんとだ。数えますよ、弾の。1、2、3、4、5、6、7。あ、ごめんごめん。なんか言うほど遅くないんですね。なんか、でも20キロなんだね。けどなんか、加速じゃない。旋回がいいんですかね。重たいっていう感じがないね。うん。いじられてるのかな、その辺、ちょっと。そういうことなんですかね。わかんない。こんな通常のモンスター、立体性能良くなくないと思っちゃう。めっちゃなんかスイスイ動いてる感があるんですけど。あるね。やっぱそれはこのイベントモードのストレスを緩和させるための。そういうことなんですかね。どういうバランスか知らんけど。今に思えばサンダークラップさんもあんな速くないやろって感じですよ。めちゃめちゃ速かったし、なんか。ね。ぬるんぬる動いた。あれは抽選車レベルでしたね。なんか抽選車でも越せるんちゃうんで、レベルですね。なんか遅い抽選車。確かに。重いやつらだったら。通常の抽選車だったら、こんにちは、手抜いてきそうな。あ、これ止まるんすかね。どうする、はい、あ、下。もういる。いけないわって。いけないわって。まあ確かに少ないですもんね。めっちゃもうこう、めっちゃ食らっていいじゃないですか。ここで、だから、ここで待ってもミサイルが飛んでくるから良くない。お空が綺麗すぎますからね。これはやばい。あ、ケツも取られてんの？回ってますね。あ、みんな頑張って理想を守ろうと。あ、でもこれはうちらの仕事じゃないもんな。まあ、真ん中自由にさせすぎちゃうな、ここで産業使っちゃうと。抑え、反対挟む人ですかね。でもまあしょうがねえよな。このだからサンダーなんとかさんだけあっち行ってくれて、こっち二人止めるぐらいがちょうどいいんだけど。あ、いたいた。あ、いたいた。あ、いた、来た来た。
え、ちょっと打ち切ってんじゃないですか。ここにいるでしょ。ダメし難しい。冒頭は柔らかいっぽいな、こいつ。うん。あ、奥に200いますよ。マジ？真正面の奥の。引き込むしかない。ここら辺に200いますよ。やば。おい、味方頑張ってくれ。よし。中央取り戻してきてくれ。ここまで行ってくれ、ここまで。このままはもう豚飯有効なんか。やべ。おぉ。弾がない。E100が。やばい。後ろからめちゃめちゃ撃たれてるんですけど。もうやばい。8連射しちゃうのか、強制で。なるほどね。そういうことなんですか？一発クリックすると8回弾飛んでくるんだけど。1、2、3、4、5、6、7、8。悲しいほど下向けないんですけど。これはドイツだ。痛い。痛。え、ちゃんと止めれますよ、連射しなくて。あれ押しっぱなしで飛んでくるのか。そうか、そういうことか。ああ、そうです、そうですよ。押しっぱなしになったんか。ああ、なるほど、俺のマウスの設定のせいだ。ああ、そうなんですね。ああ、装填。ああ、来た。こいつら。なんてやつらだ。調子に乗り上がって。うわ。無理。リーチャにやられる。どんな役割買った感じだったかな。うん、やっぱ英国境界線は南スタートの方が西側優位だからさ。うん、まだうちらが足の遅いシャルの扱い方をちゃんと分かってないっていう。まあでもそれは止まっとくしかなかったんじゃないですか、普通に。まあ、そりゃそうなんだよ。重いのか、やっぱ弾道が高い、あの、自走軍の。うん。めっちゃ、結構上から降ってきましたよね。だから抜かれますよね。そこまで干渉してこれるんだって感じだったんで。うん。ですし、このマウマ君あれじゃないですか、頭が柔らかいから。そう、めっちゃ降ってきた球、こんにちはって。全然、抜けていくですよね。そう。上から来られたら。だからあれなんですけど、アメ車の方頭硬いから抜けないから、言うほど。うんうんうん。側面は弱いけど正面硬いから意外とね、うん、まあ、最初にエルハルフ引いたのも多分使いやすかった理由だろうし、うん、みんな打ち切るんですよ、もう一回。ほう、やっぱ剥ぎ切りが正解になる。うん、瞬間火力系ってことなんですか。早く打って早く装填して早く打った方がいいんじゃないですか。うん、ってことかなと思うんだろう。すげえ。撃って、あ、すごい、めっちゃ当たってめっちゃ削れてんのに全然ダメージになってないな。うん、80とかありますね。ね、先が長い。早く後ろってなってます。本当に弾音で裏の取り合いをずっとしますね。なんか、あ、やばい。敵はなんか重戦士でうまく押せたな。うん、MT はちょっとばらけて、あー何対対してんだ。MT はちょっとあれだな、なんか攻め方が雑だったな、味方。押し押し、囲むんだ囲め、今だけいけ。あー、そんな無駄になっちゃしないで。あ、味方に当たってるわ。駆逐があるし、駆逐ちゃんは理想がすごいとこにいますね、見たら。お前なんか登ってるっつ、アルペニストがいる。すげえ。こんなとこにクボチあったんだ、てか入れるポイントあった。そうです、そうです、初めて見ましたもん。めっちゃポーズ決めてますもんね。うわ、あ、撃った撃った。撃ってる撃ってる。おー、すげえ。すげえすげえすげえ。シャワーだ、シャワー。おー、飛んでいってる。爆風のシャワーや。すごいな。ラスト1秒。みんな装填。誰が入るの早いのか。オール装填待ち。あー。おお。しかしあー、ダメだ。貫通があった。おお、ナイス。まあ、ちょっとでも角度ついたらダメです。なあ、あの143の子は貫通がマジでないですね。難しかった。まあまあまあ難しかった。うん、
まあ、囲まれたっていうシチュエーションも良くないけど、うん、もっとああいう動きだったらもう味方の陣地で止まってもよかったかもしれない。うん、ぼち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 がいっぱい弾いたっつって弾いた？いくつ弾いたの？5207 マジで弾いてる。そうです、ちゃんと弾いてたんで初めから。5207やばいっす。うん、アイス24。いや、E100 あそこ打った時も全部それまでで弾いてましたもん、ずっと。あ、ゼロだったんで。いい感じで引き込めたんですね。まあ引き込みすぎたんだけど、結果的に。もっと下がって。ちゃんと弾いてたのに。そうっす。真横取られたからもう無理でしたね。そう。本当に。正面だけだったら弾いてたのに。正面対決にしときゃよかった。おかしいな。あ、いや。で、これ鳥ですね。うん。いや、E100 で、E100 先生でございます。イーシャク先生です。あ、これや。スタッグイーシャクなんだな。本当に100突なんだな、名前が。でも、こうのとこだけなんですよ、こいつはなんか。方針だけですよね、赤色にされてんの。赤色にされてんの。これ赤色のがところが魔改造っていう意味なんですかね。ですよね、きっと。うん。やばそうですもん、なんか。赤色。やべえな。ここだけだからまだやっぱり振り回せれてる感が少なかったんですよ、うんうんうん、でもみんな砲塔ごと赤いくされてるからなんかもう己に振り回されてましたけど、みんなそういうことか。赤いところがいじられてるところなんだね。マジで今気づいたわ。え、そうなんすか。え、そうなんじゃない、全員違うのかな。え、やっぱみんな砲塔砲塔変わっちゃってるやつは。そういうことですか。だからそうですよ、オブジェクトとかもだって100、オブジェクト140から砲塔完全に変わってんじゃん、お面とは。うん、うん、で、なんか宇宙人みたいな M5 も、うん、砲塔全部違うじゃないですか。だから、え、赤いところは、うん、なんか魔改造された部分なんじゃないの。そういうことですよね。でもそうですね。ゲーム用の性能の場所ですね、赤いところは。ね、やべえわ。あ、おせえ。めっちゃ狭い。高い、狭い。E100 ってこんな狭いの。スカートの厚さやべえな。これこんなにスカート厚いんだな。横から見るとやべえな。え、すげえっすね。こんなスカート分厚かったんや。何、トリガーハッピーがいる子は。まずは、しょっぱな撃つ。近づかんとこ。あ、見つけた。見つかった。見つかった。あー、ロケラン来る、ロケラン来る、ロケラン来る。あー、中に撃ってる。くそー。あー、もうその場所に固定で振ってるんですね。やっぱこれもやっぱ放射すんですね。一回指定した場所にみんな振っていきます。うん、お、来た。あ、下向けな。ドイツですから、どう見ても向ける構造してないじゃん。ビビるほど下向けないですよ、マジで。あ、スースほら、横にいるじゃないですか、もう。やばいじゃん。あ、それ以上出てくると危ないって。ウィー。この正面のプルに。プルじゃないわ。いや、なんか横からめっちゃ撃たれてるんですけど。お尻出てるじゃん。あ、やばいじゃん。ここの場所を全く覚えてないから、覚えてないっていうか顔移動されてから来たことないんですけど、こっち側交渉自体そんなね、マッチングしてないもん。やばいやばいやばい、やばい、右側のやつがやばい、ピノピーのケツがやばい。お尻がめっちゃやばいんですけど、正面はどうにかなりますけど。味方さん、そこちょっと邪魔なんだけど、俺ちょっとキノコさん助けたいんですけど。マジで、そうそう、そいつどうにかしてくれないと、もうボコボコよ。OKOKOK。 あざすあざす。あ、でもそこもやばいんですよ。どうか曲がってる、うん、どう曲がってるんだろう。まだ味方がいる。あー、オッケーオッケーオッケー。まだいますね。じゃあ左から行くしかない。あー、負けた、みんな。バカー、押さないでよ、もう。何すんのよ。やばい。気がしないね。何？え？結構みんなも、ああ、そうですね。はい。やばいです。押せ押せ。あ、痛い痛い痛い、ロケラン、ロケラン、ロケラン。敵の押せ押せがすごい。圧がすごい。装填中なんだ。しかもこのちょっと登っただけでマジ下向けなくなるのがやばいんですけど。蒸気してる。OK。蒸気が。さあ、頑張れ、マウス。マウスは無理だ。
まず側面向けてダメだって。モンスさん、モンスさん、味方のモンスさん、大丈夫それ。ここ、ここか。あ、どうもー。あ、あ、あ、もう車体下もいるやん。そりゃそうやんか。バカやん、下向けないねんから自分は。いや、もう、何やっとんと。めっちゃこう通るじゃんとか思ったら。通り、これ通り、通され。全然自分、車体カム晒すんでしたよ。深くないから。そうでしょ。でもまあなんかさっきのマウスより走行なさそうか。やばくないそれ大丈夫。この段にいるとは聞いてないんですけど。その段にいると見といてください。大丈夫かなか。もうゼロ距離。すごいよ、すごいよ。お、ラム。おりゃー。潰せー。お前を固定してやる。どっちが、どっちが強いんだ、その対決。弾が。みんな祝報をあげてる。まだ一人いるけど。まだいいのに。理想のところに。え、ね、だから降りれるかな。どうなんですかね。まあ、そしてもうあれ追いつけない気がするけど。近？こっちから行けるのか。左はどう見てもだんだんだもん。うん。どうなんだろう、ここは。行け。行くぞ。進め。行くぞ。うわー。ほらー。あー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 意外と簡単に終えた。あれ戻ったんですか。戻ったん、引き込みに行った、どこ行ったん。ほらこっちですか。え、陣地側行ってみよう。え、そんな角に行ってるんですか。あ、いたじゃん、角や。うまかいな。もういいやな。チェックホップ。なんだこの戦い。へえ、いいですね。意外となんか、ご利用ししただけの試合だったな、俺。うん。パワープレイっすね。チャンはすごいシールド張ってたけど。もう、一心に受けてましたね、ヘイトを。受けて、受け止めていたね。二方向のヘイトを受け止めてましたね。偉いわ。あなたのおかげで楽だったわ。ダメージはそんな取ってないけど、なんだろう、前線を止めたわって感じ。本当ですよ。敵がちょっと脳筋すぎたね。自走行とかも最前線。うん、もうみんなハッピーになっちゃうんですよ。ウェーイ。いや、この後、この後ランダム戦の撮影もしようとしてるけどさ、うん、あのやばいっすね。このテンションのままランダム戦行ったら良くないと思う。ハッピーですから。に全然装甲を使ってないじゃないですか、E100 やのに。ちゃうねん。見て、俺の残りの、俺、撃たれてへんねん、そもそも。え？そもそも、この試合、ほぼ撃たれてないんですよ。どういうことなんですか？うんうんうん。あのね、無視された。なんか、なんだろうな、手前にいたマウスがめっちゃ被弾して、撃ち切ったところを撃ちに行ってたから、全然ダメージもらわなかった。もう、自分、撃たれ倒したんですけど。それ見てた。で、お前の横の M5 倒した、倒したってか、うん、弱らしたじゃん。あざっす。いや、そういうことです。結構面白いモードだったね。うん。これもうちょっとな、これ今回ボンズしかもらえないけど、もうちょっとなんかいろいろもらえるモード、クレジットとか、うん、リザーブとか、そういうのもらえるモードにしてくれたら盛り上がりそう。ですね。もうちょい頑張りそうですね。募集をもうちょっと美味しくしてほしいです。うん。うん。でも車両の性能が面白いのと、あと昨今のイベントに多い、あの、15対15に無理にしない。うん。で、イベントをうまく回せるようにしたから。イベントの加速化がうまく避けれてる感じがするよね。うん。ちゃんとマッチングしないとね、やらなくなりましたもんね、そもそも。この辺はいい、いい改善でした。うん。ということで、以上。以上。以上。以上、疲労困憊のマッシュルームでした。お疲れ様。お疲れ様です。よければ2位の T1 スタイルズのチャンネル登録と高評価のポチをお待ちしております。それから自分の動画チャンネルマッシュの部屋でもゲーム実況を始めたので、ぜひ遊びに来てください。以上 T1 スタイルズの妹マッシュルームでした。